1998年12月まで連載された。1999年、平成11年度第3回文化庁メディア芸術祭対象受賞作。1999年2月に上下巻でコミック化される。2004年に NHK 総合テレビジョンでアイムホーム遥かなる絵ジのタイトルでテレビドラマ化された。 また2015年4月期にはテレビ朝日系でアイムホームのタイトルでテレビドラマ化された。それに合わせ2015年3月に大事からを抜いてドラマ版の表記に合わせた新装版がやはり上下巻同時発売されている。表題のアイムホームは作者がギリシャのホテルに滞在した際パンフレットにアイムホームと言って戻ってもらえるような部屋を目指して という内容が書かれていたことがきっかけで、最初にタイトルを決めてから制作された。従って、日本語の帰宅時の挨拶、ただいまを英語に訳したものとも言えるが、単にその言葉の意味に止まっているのではない。単行本、後書きでは、帰宅した時の家族との安住感、解放感は、最初から備わっているものではなく、家族が努力して、 初めて得られるものであるという気持ちを表したものと述べられている。主人公、イエジ9は、やり手の銀行員であったが、左遷による単身赴任中に起こったアパートの火事による、一酸化炭素中毒により記憶喪失となり、離婚、再婚などの過去の記憶を失った。離婚した前妻と、娘、仮面を被ったように見えて、家族とは思えない今の家族。 間で揺れ動く9が自分が帰るべき家とは何か、家族とは何かという疑問を抱えつつ、自分を見つめ直す過程を描く。ビッグコミックオリジナル掲載号を1997、7、5思い出した家1997、8、5愛人の家1997、9、20親の住む家1997、11、5友人の家1997、 12、20人事課1998、2、5義前の家1998、2、20誕生日1998、4、5スバルの周辺1998、5、5不妊先の家1998、6、5、山の家1998、7、5鉱木の家1998、8、5鉱物1998、 9、20すばるの部屋1998、10、ご帰境1998、11、20離婚届1998、12、ご居場所1998、12、20帰る場所 NHK 夜の連続ドラマで2004年11月15日から12月16日に、アイムホーム遥かなるエイジのタイトルで5週、全20話で放映された。 NHK 大阪放送局が制作を行った。2005年5月18日 DVD 化。キャストスタッフ放送日程解説主に、大阪、神戸を舞台としている。神戸でのロケ地の提供は主に、神戸フィルムオフィスが行い、神戸ポートピアランド、神戸ハーバーランド、神戸モザイク、神戸地下鉄台、倉山駅、阪急三陰駅前、金棒記念病院などで、 ロケが行われた。家じ家は、神戸市東灘区住吉山手三丁目二十の2 1 2 0 3であるが、これは架空の住所である。清原家近隣の住宅地ロケは、兵庫県三田市赤シア台にある、センチュリー大橋の近隣であり、赤シア大公園などが、屋外ロケの舞台となった。ドラマで使用された仮面は、亀有工房が、 出演者のマスク取りを行って作成された。2015年4月16日から6月18日まで、木曜日21時21時54分にテレビ、朝日系の、木曜ドラマ枠で放送された。スマップの木村拓也は、テレビ朝日の連続ドラマは、初主演となり、共演者の上戸彩は、木村とは、ドラマ初共演となった。木村は、 初の父親役と報道されているが、実際は TBSK2007 年1月期ドラマ、華麗なる一族で、父親役を演じている。また、同作で、木村の父親役を演じた、北王子君也が、父親役として、ゲスト出演している。主演は、木村拓也。キャスト主要人物青いインペリアル証券の座若その他、ゲスト第1話第2話第3話、 第4話、第5話、第6話、第7話、第8話、第9話、第10話、スタッフ放送日程原作からの主な、変更点コラボレーション企画家児久し演じる木村が、テレビアニメ、クレヨンしんちゃんに出演。2015年5月29日6月5日の2週連続で、約1分間のショートアニメ、データ放送ゲーム企画、東西南北あっち向いて、ほい。で、主人公、 野原慎之介、父、広志、母、三笠、妹、ひまわり、飼い主郎と野原家のキャラクター4人と一匹全員と、木村本人役で声優を務める。アイムホームに関するカテゴリー。ありがとうございます。